どこだろう。あ、看板がありました。看板があったよ。なんか意外と黄色い看板なんですけど目立ちますね。道奥に入ったところなので、はい、元女子プロレスラー田村よし子のアロマドリメントサロン青コーナー田村よし子、看板見つかったということで、なんでの冗談ですよ。はい、こちらにただいまお邪魔してきます。行ってきます。すいません、失礼します。いらっしゃいませ。この手すりが、この桜ちょっと今よろよろしているので大丈夫ですか？はい、やったやった。そんな、そんなお手をどうぞどうぞ。おかしいですよ。よいしょ、はい、いいですね。スリッパ入ってください。あ、はい、大丈夫ですか？今日はちょっともう全身がおかしいことになってるんです。お茶お皿になってください。やめてくださいあの、いやいや、今までの私たちの関係のあれお願いします。いやいや、怖い怖いよ、はい、あ、カウンセリングですか？はい、はい、お気にお願いいたします。わかりました、はい、本日の体調いかがですか？悪い。日頃辛いと感じる不快な自覚症状は腰が痛いですね。あり、本日は悪いということなんですけども、どうして全体ですね。全体的に悪くて、今日は本当にちょっとあの地元の方でも通ってたんですけども、はい、もう無理と思って、うん、あの普通のこう整体とかじゃ無理だと思って、もっとなんかあの、はい、でイライラしてる、すごくイライラしてて、はい、そのアロマっていうのはその香りでリラックス効果もすごく高いと聞いたので期待して、ね、とにかく痛いんですけどストレスとかがすごくて、はいはい、自分からなんか黒いオーラが出てるの分かるんですよ。はい、はい、ストレスにすごい丸をいただきました。花粉症とかないですか？花粉症ないです。ないですね、はい、一番この中で特に痛いところってどこですか？特に痛いのはちょっと今最近背中がちょっと、はい、あの腰もそうなんですけど背中がなんかちょっとおかしくなってしまいまして、はい、原因は分かりません。原因分かんないですね、はい、妊娠はされてないんですね。よされてないということで、はい、じゃあこちらに入っていただいて。本当に田村様ですか？はい、絶対作ってますよね、声とかも。いや素です。いや、自分の引退をされてからあの結構人付き合いが良くない感じなのでお会いしてなかったんですね。あ、違います。アイスリボンでサイン会に来ていただいてました。あ、そうですね、3月21日、あれ以来で。でもあの時はプロレス会場だったので田村様だったんですけども、なんか信じられないです。白似合わないですよねでもこんなこと言っても笑顔っておかしくないですか？怖い。何言ってんの？やだ、おかしい、おかしい、頭つけて。失礼いたします。キャー、扉が閉まる、怖い二人きりになってしまった。私大丈夫ですよ。今下着一枚なのに逃げられないんですよ怖いよ。怖くない。何をされるのだろう。おお、怖い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 。全然これ患者がリラックスできてないですよ田村様。キャー、おらくない、恥ずかしい。大丈夫。施術の前にまずリラックス歌ってください。じゃあ歌います。シングルマッチを振り返りましょう。はい、はい、それより試合より先に記者会見をボイコットしたんですよ。まだ言ってる。もう終わった話じゃないですかまあ終わった話をするんですけどね
それが許せなくてなんだこいつと思うんで、はい、いやでもそもそもなんで記者会見をやったら相手が来ると思うんですか。だってこれから戦うのに。そうですけど意気込みやっぱりファンの人は分かんないわけじゃないですか。いやこのご時世に他にもいっぱい訴える手段がある中、なぜ同じ日に同じテーブルに記者会見で来ると思う。その発想がとてもなんか単純というか、こう人を疑うことを知らないというか。あんたってそういう人なんですか。敬語とあんたが混ざってますよ。どうして人はあのみんな自分の想像通りに動くと思うんですか。こうプロレスとはこうあるべきだとか、プロレスラーとはこうあるべきとか、記者会見に行かなきゃいけない義務なんてないですよね。一応仕事じゃないんですかこれって。あ、じゃあ田村さんはお仕事だから記者会見に行くという。すごいなんか冷たい感じ。何冷たいの。記者会見の模様も入ってるんでしょうかこれは。さくらってあのちっちゃい子しか戦ってなかったわけじゃないですか、アイスリボンの中でしか。だから私スタミナとか本当にこの子試合できるのかなと思って記者会見で真ん中にして、だからそれだけなんかそんなことやったんだから絶対試合をちゃんと見せてよねみたいな感じの思いで怒りを込めてこう試合をしたんですけど、なんか試合をしているうちになんかすごい楽しい感じになってきたんですよね。なんか不思議と怒りではなく怒りがなくなってしまうぐらいなんか楽しい感じで、昔 FMW さんとかでも戦わせていただいたんですけど、なんか合うんですよねプロレスが、噛み合うっていうか。あんまりそういう人もいないんですけど、なんかさくらとはなんか楽しいなって、試合が終わった後楽しかったなって思うんです。さくらの手のひらでクロクロクロって田村さんは転がっていたんです。ああそうなんだな。プロレスをやめて幸せになりましょう。はい、高田社長との幸せな家庭よりプロレスを選んださくら。私はプロレスと結婚します。子供が余計なの。振られた高田社長はさくらにレスラーとしてさらに上を目指してもらうため田村とのタイトルマッチを提案。その提案にさくらは断固拒否の姿勢を貫いた。はっきりした。あとこの腰痛がいっぱいになれば、あの満員になる一がやりそうというところで歌をラーラーラーアイスリボンとかそういうふうに歌って満足としてる私なんで、こんなに田村さんにもう挑戦するのって本当に申し訳ない。40人で満足してるのあんだ。この一言にさくらは態度を一変。私は人数のことを言ってんじゃないんだよ。私たちは40人だけど満員なんです。田村のことを集客力のないチャンピオンだと痛烈に批判した。さくら優勝勝った。何も勝ってないよ。5月に今後半戦分かってない。2冠戦田村様対さくら。いやもう勝ってないよ本当に。あの人自由な人。自分は思うんですよ、あのさくらのファンは少ないと思います。田村さんのファンはいっぱいいると思います。でも田村さんのファンの数よりもどちらのファンでもないプロレスファンの方が多いと思うので、そのプロレスファンからしたら、自分が取った方が、まあ、ニュースにはなるし面白いと思うんですね。この業界で何か面白いことが起こせそうならば、頑張りたいなっていう気持ちはあります。田村とのタイトルマッチを前にアイスリボンの選手を相手に11人掛けを行ったさくら。腰の負傷にも耐え見事全員から勝利を収めた。そして試合後11人抜きを達成した証としてアイスリボン認定20種の瞳ベルトが授与された。おい田村、私はな今日11人掛けをした、そして全員に勝った。お前に挑戦する資格は十分にあると思う。
自信とかは全然起きないんですけども、今日戦ったメンバーに恥ずかしくないような戦いをしないといけないなというのを思いました。さっきまではやってやるんだったんで、今この瞬間は嫌になってきました。嫌になってきた、嫌だ。二冠タイトル調印式に前代未聞の事件が勃発。会見場に向かう途中、気分が悪くなったさくらは会見を欠席。これに怒った田村は誠が持ってきたさくらの保持する二重式の瞳ベルトを強奪。さくらが負けたらゴミ箱に捨てると言い残し会見場を後に。てめえ、いつまでも負けた何してんじゃねえよてめえ。おい、ご覧目覚えとけよてめえ。記者会見すっと返したんだよ、あいつどういうことか分かってるの。5月6日、皆さん楽しみにしておいてください。ボコボコにするんだ。田村の13度の防衛ロードは必殺のエルボーによって数々の強敵を撃破してきた。水と油、生きるか死ぬか。さくらは奇跡ではなく実力で田村を倒すため、フューチャースタープレスという新技を引っ提げこの一戦に挑む。ついに雌雄を決する時が来た。NWA 認定女子パシフィック &NEO 認定シングル選手権、チャンピオン田村よしこ VS チャレンジャーさくらえみ。あ
250m、勝者田村よしこ。田村やるじゃねえかよ。口だけじゃねえな。アイスリボンの友達がみんなお前についてるんだよ。もっとプロレスを上を目指してくれ。次のアイスリボンの日曜日だ。気持ちでやっていったら、全員がやっていったらアイスリボンは変わると思うし、女子プロレス界は変わると思います。そうですね、今仕事で悩んでる OL さん、サラリーマンさんに言いたいのは、終わらない仕事はない。はい、それでは行きましょう。2試合目、今度私がチャンピオンで、そうなんですよ、田村様を迎え撃つという試合がありました、後楽園ホール。まさかそんなねことが起きるとは思ってもいない。南がのびっくりだったんですよね、私ね。そう、私がまさかチャンピオンだって。だからあのネオさんの後楽園大会で一番最後に桜井が入場っていう、あで自分にとって初めての経験だったんです、それは。でも桜は前と違ってやっぱりチャンピオンらしい風格がありましたね。え、どこに？なんか入場、あ、私はやり合うみたいな感じうわ、すごい伝わってきました。でもこれは本当に不思議なんですけど、今まで自分ってあの試合前に吐きそうになったり、リング上で吐いたりとか、こういろんなこう緊張とかがあったんですけど、初めて、あ、肝が座るってこういうことなのかなって。うん、そうですね、あの時はやるしかない、うん、それが伝わってきました。で、あとはこれ私が防衛したら絶対面白いあのこの例えば命が削られても、うん、面白いことのためには勝たなきゃって、うん、なんかエルボーで口から流血をしたの覚えなんかいつもしてるよねいつも口に入れるからですよ自分は2007年の時に二度と田村様と当たらないという条件で あの試合を受けたんですよ。 それなのに小田さん嘘つきと思いましたしょうがないじゃん、しょうがない、チャンピオンになったら、チャンピオンになったって自分は田村様の挑戦は受けないぐらいな。そうだ、あの条件は破られている昨年強行を破りベルトを奪取して以来、絶対王者と言っていい安定感を見せていた高橋七重。勝負どころですね、これは。さあ右、七重の右、どうだ、カウンターメッツ。七重が満を持して指名した最強の挑戦者が田村よしこだった。田村選手と防衛戦やってこそ、そして勝ってこそのチャンピオンだと思います。
女子プロレス今年最大のスーパーファイトとして一気に盛り上がりを見せた七重対北村の2冠戦。しかしここでチャンピオン七重自らが今度は後楽園のわずか2日前5月3日ファッションネット工業板橋大会で先に2冠戦桜恵美の挑戦を受けることを決めてしまった。このゴールデンウィークは正念場だと思って、もちろん3日やっと決定させられたので3日良い戦いをして皆さんに燃えてもらって自分も燃えて防衛して5月5日後楽園の舞台で田村よしことはタイトルかけなきゃ意味がないと思うんで必ずベルトを持ってリングに上がります。ファッションネット工業で2冠の王座をかけ激突した七重と桜。しかしその試合で誰も予想していない結末となる。